ビクトリア・アデレード・メア・リルイーズ、または、ビクトリア・デラ・イー・デ・マリー・ルイーザは、イギリス王女で、ドイツ皇帝、プロイセン王フリードリヒ3世の日、ビルヘルム2世の母、幼少期のビクトリア父アルバートと幼少のビッキー1840年11月21日に、A、ビクトリア女王とアルバートの長女として王宮である、バッキンガム宮殿で誕生した。家族からは、 ビッキーという愛称で呼ばれた。誕生の際、ビクトリア女王の母、ビクトリア・フォンザクセン・コーブルクイコールザ・アルフェルトが、立ち会い、初孫の誕生に涙を流した。ビッキーは、ビクトリア女王とアルバート皇夫妻の第一子だったため、また弟、アルバート・エドワードが誕生するまで暫定を負い、継承者だったため、プリンセス・ロイヤルを、はじめ数々の称号を授与された。 1841年2月10日にバッキンガム宮殿の大広間でカンタベリー大主教から洗礼を受けた。名付け親は祖母ビクトリアの弟ベルギー国王レオポルド一世である。レオポルド一世はビッキーの祖母ビクトリアと母ビクトリア女王と同じ名ビクトリアと命名した。フランツ・ヴィンター・ハルターが1857年ビッキーは大変な優等生で、 父のアルバートから優れた知性を受け継いでおり、アルバートにとって大のお気に入りの学娘になった。幼少期からフランス語、ドイツ語、ラテン語が喋れるように教育され、5歳になるまでに語学は完全にマスターしていた。母のビクトリア譲りの画祭もあった。ビッキーは豊かな才能に恵まれており、もし男性に生まれていたら偉大な君主となった可能性があったという説もある。 彼女の資質については、アルバートも、あの子の心は、子供のように純粋で、考えることはまるで男性のようだと書いているほどだった。早くから才能を開花していたビッキーを、ビクトリア女王とアルバート校は溺愛した。中でも、アルバート校は、長男アルバート・エドワードが誕生し、多い継承権がアルバート・エドワード王子に移っても、ビッキーに、経済学や哲学を教授し込んだ。 ビクトリア女王とアルバート公はこの子が男の子であればと悔やんだほどだった。ビクトリア女王は息子たちの問題行動に呆れ果てた。ビッキーの弟で長男のアルバート・エドワードの多い継承者らしからぬ行動には完全に呆れ愚かな息子と言ったほどである。そのためビクトリア女王は息子たちよりも娘たちを愛すようになっていった。中でも長女ビッキーに イギリスの王位を継承させたいという気持ちも大きくなっていった。1858年頃、王太子夫妻1862年、王太子、ビルヘルムとシャルロッテと共に、ドイツのザクセン公武力合他公国出身の父アルバートは、ドイツ統一の夢を叶えるべく、長女をプロイセンのフリードリヒ王子に嫁がせた。1851年に、 ロンドン万国博覧会を訪れたフリッツをビクトリア女王たちは温かく歓迎した。ビッキーは当時10歳とはいえはつらつとした楽しい女の子で相手の気をそらさず、当時19歳であったフリッツをよく笑わせたという。それから二人は親しくなり、文通をするようになった。1855年に再びロンドンを訪れたフリッツから、ビッキーは結婚の申し込みをされた。 彼女はフリードリヒ王子に恋しており、すぐに承諾した。1857年にビッキーとフリッツは婚約し、1858年1月25日に結婚した。ベルリン王宮にて、盛大な晩餐会を行い、プロイセンの貴族たちに温かく迎えられた。フランツ・ヴィンター・ハルターが、1867年しかし、プロイセン首相ビスマルクは、この結婚で、 イギリスからプロイセンにドイツ両方の統一に関して口を挟んでくるのではないかと幼少より聡明で父親の影響を受けた自由主義者のビッキーを警戒した。当時のプロイセンは貴族が統治する君主国が複合してできた国家であり非常に保守的であった。居場も古めかしく浴室もなく冬になるとやたらと暖房を使い室内は30度を。 超える暑さになったとビクトリア女王に手紙で嘆いている。ビッキーとフリッツは5月になるとポツダム郊外のバーベルスベルクの小宮殿に移転したが、この宮殿も決して住み心地が良いものではなく、100年ほど前に建築された新宮殿を修繕して居城とした。住み心地の良い居城を手に入れても、口差がない王室や貴族たちのビッキーに対する妬みは変わらなかった。 ビッキーはフリッツのかつての家庭教師であるシェルバッハ教授や科学者、画家、歴史学者、文学者たちと新しいサークルを作った。フリッツはビッキーの知識欲を理解したが他の王室の人間はますますビッキーを非難し離れていった。ハインリヒホンアンゲリが1875年ビッキーは三男ジギスムントと四男バルデマールの二人の 息子を幼くして亡くした。このことから病院作りに力を入れるようになる。ビッキーは結婚前にフローレンス・ナイチンゲールと出会い、衛生学や病院管理について学んでいた。1870年、ビッキーは戦場が近いハンブルクの古城に移住し、資材を投入しそこを病院に作り変えた。フリッツはこれを非常に喜び、またプロイセンの人々も徐々に、 彼女の努力を認め出した。後に、ビクトリアハウスという看護学校も設立した。ビクトリアハウスは、看護不要性だけでなく、貧しい人々への衛生指導にも当たっている。1875年、ビッキーは、ベルリンの、家庭と健康を守る会の指導者になった。ビッキーとフリッツが設立した幼稚園は、託児所を兼ねており、夫婦共働きの家庭にとって、 非常に役立つものとなった。女子教育の向上にもビッキーは尽力した。ビッキーが嫁いだ。当時のプロイセンは女子教育は不必要であるという考え方が主流であったが、ビッキーは女子高等教育のために3つの学校を創設した。校長にイギリス人女性を採用したこともあり、この学校は人々から非難の対象となった。当時のプロイセンでは、 男性も人前で体操をすることが見苦しいことだと考えられており、教育科目から体育は外されていた。ところが、ビッキーの学校では女性が屋外で体操をするということに対し、ビッキーに好意的であった社交界の人間までもが激怒してしまった。それでもビッキーは諦めることなく女子に幼稚園経営や家政学を教え多くの女性教師が誕生し、 あとに、スコットランドやイギリスから留学する生徒も出てくるようになった。フリッツは長年にわたるビッキーの事前事業の成果を非常に喜び、やがてプロイセンの人々もビッキーを歓迎するようになった。ハインリヒホンアンゲリが1882年、シュレースビヒ・ホルシュタインをめぐって、デンマークとプロイセンが争った時には、ギフビルヘルム一斉にデンマークと停戦するように促した。 停戦を促したのには理由がある。ビッキーの実家であるイギリス王室では、ビッキーの弟、アルバート・エドワード王大使の日に、デンマークのアレクサンドラ王女を王大使日に迎えていた。ビクトリア女王の娘、ビッキーの突ぎ先と切りの娘、アレクサンドラの実家が、シュレースビヒホルシュタインをめぐって争っていたのだった。ビクトリア女王はこのことに心を痛めていた。 1888年3月9日に、岐阜のドイツ皇帝ビルヘルム一世が崩御。夫フリッツが、ドイツ皇帝フリードリヒ三世として即位、ビッキーが、ドイツ皇后になった。即位前からすでに夫フリードリヒ三世は、後頭眼にかかり、余命行く,くもないほど病に侵されており、皇帝即位の戴冠式を行わぬまま皇帝となった。 公務に取り組めないほど病状が進行していたため、皇后のビッキーが皇太子の殺傷となり、皇太子ビルヘルムと共に皇帝大公で公務に取りかかった。ドイツ最初をビスマルクを嫌っていたビッキーと皇太子ビルヘルムは彼を無視し、自ら政務をとっていた。ビッキーは病に倒れているフリードリヒ3世を看病しながら、皇后の務めであるドイツ両方の王公費。 プロイセン貴族の夫人たちの越見も休まず行った。摂政と皇后の公務の両立は大変なものだったが、疲れを貴族たちに一切見せず、精力的に公務に励んだ。義理の息子の病状を心配したビッキーの母ビクトリア女王は、フリードリヒ三世儀のもとに、イギリスの医師団を差し向けた。しかし、それが気に食わなかった、宮廷医師団との小競り合いが続き、 フリードリヒ三世はまともな治療を受けられなかった。また、ビッキーを困らせたのは医師団の診察の結果が食い違っていることだった。ビッキーは古くからドイツ提出に使えている宮廷医師団の結果を尊重するために母ビクトリア女王の差し向けたイギリスの医師団をイギリスに返そうと思っていたが、母ビクトリア女王の面目のためにイギリスに医師団を返すことができなかった。 医師団の小競り合いが続くうちに、フリードリヒ3世の病状も進み、まともな診察が受けられぬまま6月15日に、フリードリヒ3世は放御した。1888年はドイツ皇帝家のホーエン・ツレルン家にとっては災難な年だった。3月9日に、ビルヘルム1世が放御、フリードリヒ3世が6月15日に放御と、ドイツ皇帝が相次いで放御。 一年のうちに二回皇帝が変わったことから三皇帝の都市と言われる。そのためビッキーは三ヶ月間しか皇后の座に着くことができなかった。1900年、最晩年のビッキー・フリッツの死後、ビッキーはクローンベルク近くの産地に土地を購入し、フリードリヒスホーフ宮殿を建てそこで暮らした。ビッキーはまだ50歳を過ぎたばかりだったが、 流行の華やかなドレスを一切着用しなくなり、黒い質素なドレスに、フリッツの小さな肖像画が下げられた金のネックレスとルビーと、サファイアの指輪をつけるだけという簡素な服装を続けた。宮殿では乗馬と、油彩画を楽しみ、読書をして過ごした。時には、ベルリンの事前事業の監修に赴いたり、文芸サークルに顔を出すこともあった。晩年には、息子ビルヘルム2世が、 植民地の拡大を図って、母国イギリスとの対決政策を追求するようになり、彼女を苦しめることとなった。戦争を目前にした時には、両国をうまく取り持ち戦争を回避するなど、彼女の存在は、その重要性を増していた。母ビクトリア女王とは最も信仰があり、4000通もの手紙をやり取りしていた。1901年、母と同じ年に崩御した。 夫フリードリヒ3世との間には、以下の4男4女が生まれた。ありがとうございます。